レアメタルを取ってきたね。最強の武器に仕上げてくれるんですよね。期待しています。任せときな。あんたたちがぶっ飛ぶくらいのものに仕立ててみせるよ。 そういえばナールさんは？ 用事があると言って帰ったよ。 あんたたちに土産を残してね。 土産？ 何ですか、土産って？ ファンシティのフリーパス、 NPID だよ。 ファンシティなんかで遊んでいていいんですか？ 市長からの命令だよ。それにアミューズメント施設といっても遊ぶのとはわけが違う。とにかくファンシティに急いで行きな。準備は整っているはずだから。はい、わかりました。 レナさんですね。はい、そうですけど。すでに市長の方から連絡は受けております。どうぞこちらにおいでください。あの、ここで何をするんですか？あなた方には 我々が作成した特別プログラムによって、10賢者との戦闘をシミュレーションしていただきます。シミュレーション？ええ。ご存知かもしれませんが、この闘技場では、バーチャルリアリティによって、様々なタイプのモンスターと対戦することができるようになっています。そこで、以前のデータをもとに、我々の方で、10賢者たちの疑似データを作成しました。 要するに、10賢者との対決に備えて最後の調整を行えってことだな。その通りです。準備はよろしいですか？それでは始めたいと思います。 さすがですね。もはやこの シミュレーターではあなた方の相手になりませんよ。お、いい感じでやってるね。ミラージュさん。やあ、レナ、元気でやってたかい？ 見ての通りですよ。それよりミラージュさん、あなたが来たってことは、もう半物質武器は完成したんですか？
うん、完璧だ。まずはクロード、あんたにはこれだ。半物質でできた剣、セイクリッドティアだ。それからレナ、あんたにはこれだ。半物質でできたナックル、ファルンホープだ。それからこいつがボイドマターだ。こいつとの共鳴によってみんなの武器がパワーアップする。使い方は至って簡単。ただ持っているだけでいい。それだけであんたたちの武器が半物質フィールドに包まれるように調整してある。へえ、すっごい。さてと、それじゃあ私は帰らせてもらうとするかな。え、もう帰るんですか？ああ、早めに終わらせておきたい論文とかもあるからな。そうですか。まあ、最後まで頑張りな。私はあんたたちの味方だから。ありがとうございました、ミラージュさん。なーに、礼には及ばないさ。私も作ってて楽しかったよ。それじゃ。さてと、武器も手に入ったことだし、これからどうしようか。もう少しファンシティにいた方がいいんじゃないかしら。ナールさんからの連絡もまだだし。そうだね。それじゃあもう少しこの闘技場で特訓していようか。では特訓したい場合は私に話しかけてください。ナールさんからの連絡がまだだけど、一度セントラルシティに戻りましょうか。いや、最後にシミュレーションで十賢者ともう一度戦うっていうのはどう？そうね、そうしましょうか。なんなら、この俺が貴様らの特訓に付き合ってやろうか。あなたたちは。久しぶりだな、貴様ら。エルリアタワーの最上階での戦い、なかなか良かったぞ。それにしてもラファエル様の情報通りだ。いい悪あがきをしているな。無駄なこと。我が名はジョフィエ。お初にお目にかかるとでも言えばいいか。なぜここに？貴様らが何やらこそこそとやっているという話を聞いてな。わざわざ我々の方から出向いてやることにしたまでだ。
こいつらの相手はこの俺に任せてもらおう。あの時はとんだ邪魔が入ったからな。ここで決着をつける。ならば私は先ほどの女を追うことにしよう。獅子はウサギを狩るのにも全力を尽くすというか。私は月にやらせてもらう。待ちなさい、あなたたち。あった、奴らを追いたければまずこの俺を倒すことだな。この程度のデク人形に勝てたからといって調子に乗られては困る。まさか俺たちの力がこの程度だとでも思っていたわけではあるまい。行くぞ。辛いわね。負けないわ。フッ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 。こんな、こんなバカな、見事だ。貴様らの勝ちだ。よね。そうだわ、急いで残りの二人を追わないと。虫けらどもめ。もっともっとだ。もっと私に貴様らのもだえ苦しむ姿を見せてみろ。やめて。貴様らは、ザフィケルのやつはどうしたのだ。あいつなら倒しちゃったようだ。何？エクスペルのみんなの、ネーデの人たちの、そして宇宙に住む全ての人たちの痛みと苦しみを受けてみなさい。まずい、敵だ。何かがつかめそうだ。やったわ。そんな、なぜ、理解不能、理解不能。
二人撃墜ね。ああ、だけど最後の一人はどこに行ったんだ。そういえば先ほどの女を追うことにしようって言ってなかった？先ほどの女って、おそらくミラージュ博士のことだろうな。大変だ、急いでアームロックに行かないと。様、一体この騒ぎは何が？十賢者の中の三人が襲ってきたのよ。二人は何とか倒したんだけど、最後の一人がアームロックの町に向かってるのよ。早く行かないとミラージュさんが危ないわ。大変だ、すぐにセントラルシティに連絡しないと。急ごう。何？一体何があったの？ミラージュさんの家で何かあったんですか？実は突然空から男が降ってきたんだよ。そうなの。それからミラージュさんのお家に黙って入っていったの。ミラージュさんのお友達かな。それにしては怖い顔だったわ。間違いない、十賢者だわ。おお、やっと来たか、無能ども。よくもミラージュさんを。許さないわ。許さなければどうだというのだ。貴様らとて今まで数多くの命を奪ってきたのだろうに。それはあなたたちの方が悪いからじゃないの。自らの目でしか物を見ようとしない、愚かなことだ。まあいい、相入れないものは始末するのみ。歯ごたえがあり。まずい、敵だ。風波だ。人を殺さないでくれ。だって反抗しないでやられたふりしてればなんとかやり過ごせるかなって思ったのさ。もう大丈夫なんですか？さっきよりはだいぶ良くなったよ。レナのおかげだね。まったく市長も私の身の危険に気づかないんだから、間が抜けてるよね。頑張ってください。もうすぐセントラルシティから応援が来ると思いますわ。さすがだね、あんたたち。奴らは確実に焦り始めている。いい気になって準備に時間をかけすぎたことを後悔しているんだ。それは
なんとなくわかりました。私たちの方が思ったより優位かもね。だけど気を抜かないでよ。はい。ミラージュ博士が狙われたそうで。ええ、でももう心配ありません。そうですか、それはよかった。それから市長からの伝言です。ミラージュ博士を救出次第至急ラクアに迎えと。ラクアですか。全ての準備は整いました。あとはあなた方が出発するのを待つのみです。いよいよ最終決戦ね。あなた方の勝利を心から願っています。行きましょう。マリアナさん、武器を取りなさい、レナ。ネーデ防衛軍の最後の生き残りとして私はあなたを試さなくてはならないの。何を言っているんですか、マリアナさん。それにその傷、早く手当てしないと。もう間に合わないわ。それみんなを置いて私だけが助かるわけにはいかないのよ。そんな、すぐに見せてください。今ならまだ間に合います。自分の体のことを自分が一番よくわかるわ。でもこの命が尽きる前、やらなければならない最後の仕事があるのよ。さあ、あなたが本当に十賢者たちを倒せるだけの力を持っているのかどうか、この私に見せてみなさい。やっぱり戦えません。なぜなら、私が怪我人だから。あなたの手に私たちみんなの心が、いいえ、この世界に住む全ての未来がかかっていることを忘れたの。私にはマリアナさんを傷つけることなんてできません。優しすぎるのよ、あなた。でもね、時には非情になることも大切よ。いいこと、レナ。一つのことにとらわれないで、心の目で全てを感じ取って、そしてその中から自分が最も正しいと思えることを見つけ出すのよ。マリアナさん、マリアナさん。私、
レナ、どうしたの？ううん、なんでもない。行きましょう。風波山、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 風波
踏んで空破山
この程度なんだこいつらか。ダブルピッチ流星ショー流星ショーダブルピッチ当たれ。もう俺なら満点だな。手頃な敵ね。ザザンクロス。
あなたたちは遅くなりました。ナールさんは研究所内におります。皆さんをお待ちしております。そうですか、ありがとうございます。よくいらっしゃいました。ところでレナさん、すでに最終決戦の準備は整っていると考えてよろしいのでしょうか。はい、完璧です。必要なアイテムも用意しましたし、心の準備もできました。では部屋を移して少しお話をしましょう。あなたたちはすでに十賢者の中の三人を倒したそうですね。ええ、これで残りはあと七人ですね。確かに。ですが安心するのはまだ早いでしょう。彼らは最も力のない最下級の賢者でしかありません。残りの7人の能力はあなたたちが戦った3人とは比較にならないことでしょう。そんな、驚かさないでください。すみません、
決戦前に戦意を削ぐようなことを言ってしまって。ですがこれは紛れもない事実なのです。必ず勝ちます。私たちのことを信じてください。わかりました。フィーナルへの再進行は明日の夜明けとともに開始する予定です。それでは皆さん、最後のラクアの夜を楽しんでください。最後、ごめんなさい、急に呼び出しちゃったりして。いや、いいよ。でも、どうしたんだい？眠れないの？違うの。隣、いい？あ、あのね、クロード。ん？私、最後にクロードにお礼を言っておこうかと思って。お礼？ありがとね。クロードのおかげで私、今まで頑張ってこれた。レナ、本当に感謝してる。アレンの時も、お母さんの時も、私がくじけそうになった時、いつもあなたが支えてくれた。それは違うよ。みんな、レナ自身が頑張ったからうまくいったんだ。そんな。僕はちょっと手助けしただけだよ。あとはみんなレナ自身の力さ。それに僕の方こそレナに随分勇気をもらったよ。右も左もわからない場所で不安になった時、いつもレナの存在だけが心の支えだった。クロード、私、レナ、僕ね、この戦いが終わってエクスペリに帰ったら君に聞いてほしいことがあるんだ。聞いてほしいこと？とても大事なことなんだ。聞いてくれるかい？クロード。レナ。必ず生きてエクスペルに帰ろう。約束ね。ああ、約束だ。それでは、あなた方の勝利を願っています。これは何ですか？結界の紋章です。結界の紋章？そうです。以前の戦いの後にお話しした崩壊紋章のことを覚えておられますか？ええ、確か全宇宙を崩壊させるための紋章ですよね。十賢者たちを全て倒したとしても、この宇宙が消えてしまっては意味がありません。万が一十賢者たちが崩壊紋章を起動させるようなことがあった場合には、この紋章を崩壊紋章に重ねてください。そうすればあの紋章の持つ意味を別のものに書き換えることができます。別のもの？
崩壊すべき対象をそらすことによって全宇宙の崩壊を食い止めるのですだろ、ナール市長。うん、その通りだが。ミラージュさん、もう動いても大丈夫なんですか？ここまで来たら傷の深さなんて関係ないからね。実験者たちを全て倒せばフィーナルを包むエネルギーフィールドも消滅するだろう。そうすればこのエナジーネーダの全エネルギーを使いエクスペル星を過去の空間から時空間転移をさせてくることができる。時空間転移？まあ簡単に言えばエナジーネーダにぶつかる前のエクスペルをこっちに引っ張ってくるってことだよ。タイムパラドックスだのなんだのといろいろ細かい問題はあるんだが、とにかくエクスペル星を復活させることができるんだ。エネルギーフィールドが消え次第我々もフィーナルに向かいます。それではご健闘をお祈りします。わかりました。それではまた後で会いましょう。ラクアに帰りたいときは行ってください。それでは十分気をつけて。さあ行きましょう。最終決戦の前に頼みがあるんだ。もう一度僕と戦ってほしい。クロード、あなた。いいだろう。お前と戦うのはブグ大会以来だ。本気でかかってこい。80点ってとこだな。やった。見事だ、クロード。お前になら世界を、レナを任せられる。きっとディアスのやつ、手を抜いてたと思う。そんなことなんてどうでもいいじゃない。クロードは本気でディアスに向かって、そして認められたんだから。だから、クロードの勝ちよ。
ありがとう、レナ。この戦い、絶対に勝とう。最終決戦の前に頼みがあるんだ。もう一度僕と戦ってほしい。クロード、あなた。いいだろう。お前と戦うのは武具大会以来だ。本気でかかってこい。ついて、くらえ。流星ショー、流星ショー、くらえ。当たれ。流星ショー、流星ショー、よっ。と当たれ。とよ、これでどう。くらえ。よっ、流星ショー。意外に弱かったな。クロード。見事だ、クロード。お前になら世界を、レナを任せられる。とディアスのやつ、手を抜いてたと思う。そんなことなんてどうでもいいじゃない。クロードは本気でディアスに向かって、そして認められたんだから。だからクロードの勝ちよ。ありがとう、レナ。この戦い、絶対に勝とう。いらっしゃい。お主らが来ることはすでに見えておったよ。
いくら君たちでも名前も知らない人に殺されるのはかわいそうですからね。最後に自己紹介くらいはしてあげますよ。僕の名前はサディケルと言います。ラファエル。そしてわしはカマエルじゃ。さて、自己紹介も終わりましたし、もう悔いはないですよね。安心せい、あまり苦しまないうちに殺してやる。そうはいかないわ。私たちには全宇宙の人たちの全ての思いがかかっているのよ。くだらんな、死ね。まずいな。勝つわ。クーパッ。私に見えぬことなどあるはずがない。これで6人、残っているのはあと4人だ。さあ急ぎましょう。全力を出す。クーハザクッテレイ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 こんなものなに弱かったな。そんな。クーハザクッククーハザダメだクーハザダメキッシュどうだクーハザダメキッシュクーハザクッククッ
手頃な敵ね。
ライトニングブレット、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 この手グラビティシェル、ライトニングブレット、ライトニングブレット、グラビティシェル、ライトニングブレット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 、もう終わり？